国生先生は電力中央研究所で長年ご活躍された後、中央大学理工学部の教授として教鞭を取られてきました。国生先生のご専門は地震地盤工学です。エネルギー問題にも長年取り組んでこられました。学会でもこれまでの数々の功績が認められ、地盤工学会名誉会員、日本地震工学会名誉会員でもあられます。講演タイトルは、低緯度太平洋搬送メガソーラーいかだ構想です。それでは、国生先生、よろしくお願いいたします。低緯度太平洋でカーボンニュートラルを目指す、副題としまして低緯度太平洋メガソーラー搬送いかだ構想と成立性ということでお話しさせていただきます。2050年までに、今三村先生からお話しあったように日本が本気でカーボンニュートラルを打ち出したわけですが、多くの方は私も含めて本当に自信があるかと言われるとなかなか難しいところであります。ここに書きましたグラフは発電量の年の推移でございますが、福島の2011年の事故以来原子力はほとんどなくなり、本来それを埋めなければいけない再生可能エネルギー、この赤い部分ですが、まだ 10% 内外のところをうろついているという状態でございます。政府はこの先どうするかということについては、陸上の太陽光風力などの劇的増加は望めず、新たに沿岸での洋上風力に大幅に依存するというシナリオが組まれてですね、すでに他地点で実証試験が始められている通りでございます。これが日本沿岸での風力、沿岸風力のポテンシャルでございますが、最大限550ギガワットというような数字が出ておりますが、この中で実際、コストの安上がりでできそうな水深が浅い部分の着床式ですが、これは限られておりまして、かなりの部分が浮体式、沖合に持ってって船の上に風車を立てるという形式を頼りにしております。どんなものかというと本当に驚くほどのスケールですが、高さがだいたい250メーターは絶対超えなきゃいかんような風車ですね。それが200本束になって1箇所にだいたい置かれてですね、それで約2ギガワット、これが稼働率といいますか設備利用率が 50% ぐらいだとすると、ようやくこれで原子力1基分、100万キロワットの原子力1基分になるということでございますので、日本の電力をこれに賄おうとしますと、もちろん全部じゃないにしても数千本以上立てなきゃいかんという、すごいかつてない未経験の大きなチャレンジになります。洋上風力以外の再エネオプションというものを開発してですね、我が国のエネルギーセキュリティを高めるという必要性が非常に高いと私は前から思っております。そこで、もう十数年、2009年ぐらいからいろいろ発表しておりますが、このものすごい大きさのですね、いかだを、これ5キロかける5キロという正方形型ですが、小方形もあります。それでこの一個一個が100メーター四角のこのちっちゃいものが2500個なっているというようなものを、とりあえずの最終究極的な目標にしております。この狙いがですね、我が国砂漠国じゃないので、まずメガソーラーの本当のサウジアラビアとかサハラのようなものは無理だろうと。しかし国土の全面に広く広がった太平洋があるじゃないかということを、なぜ皆さんもっと言わないのかなと疑問に思っております。障害物のない海洋だからこそ、数キロメートル四方の広大な搬送メガソーラーいかだによってですね、しかもいいことに海は移動できるわけですね。もちろん他の方に迷惑をかけない範囲で移動できる可動性を生かして、しかもその場合有利な気象条件を選べるということができます。ということで可能性があるんじゃないかということで、これをやることでですね、洋上風力はもちろん基本として持っていて、さらにこれを加えてエネルギーリスクの分散を図ることができるんじゃないかということでございます。もう少し話しますと、メガソーラーいかだ船団という、先ほどのいかだを中心にいろんな船が
付き添ってですね、船団を組んで最適な日照、気象、海象条件を求めて、肝心な点は常に航海、常に動いているということです。しかも全然急ぐ必要ない、低速、省エネ、搬送すると、まあ、なんか大航海時代に戻ったような話になりますが、ただハイテク、現在のハイテクを使えるということになります。動いてますので送電ケーブルは残念ながら使えない。したがってどうやってエネルギーを運ぶかというのが非常に大きな課題でした、最初から。まず考えそうなことは、水電気分解によってですね、水素にしてそれをいろんな形で運ぶ、あるいはもう一つのチョイスは、これからもう世界が本当に EV に置き換わる、電気自動車に置き換わるとしますと、そのバッテリーの数だけでも膨大なものになります。これを利用しない手はないということで、あと後ほどまた申し上げます。その場合は電気を変換しないで電気のまま運べるという非常にロスの少ない輸送ができます。それからいかだを大きくするということは海では非常にやりやすいわけで、先ほどのようなことで原子力発電所並み、次に申し上げますが、十分可能であると思っております。それで、もしこの5キロ四方のいかだをですね、114隻太平洋に浮かべられれば日本の全電力が賄えるという計算に、計算上は一応なります。それでそういうことがまあ許されるかということですけど、公海上を商業活動を目的として搬送することは国際法上の権利、国際海洋法を読みますと、どう見てもその精神に反してない、こういうことこそ十分公海を利用していいんじゃないかと思えてくるんですね。ただし、人様に迷惑を与えるのは絶対まずいので、航行安全確保、環境保全など国際的合意形成が必要だろう。これはもう大いに交渉事は日本はあんまり得意ではありませんが、やらなきゃいかんですね。それから資源収奪かという問題がありますが、これは無尽蔵のエネルギーでございますので、漁業資源とか海底資源とは違いまして、十分取れます。あと EEZ 内がどうかということについては今後の議論が必要だと思います。ここからは間違いなく使えるだろう。そのどのぐらいのキャパシティが取れるかということについては、5キロ ×5 キロの面積で、今から申し上げ、後に申し上げますけど、8キロワットアワーパー平米という低緯度太平洋でのエネルギー密度を考えますと、シリコン、現在のシリコンタイプの効率というのは、電気変換効率というのは 14% 以上ぐらいありますけど、これをまあ控えめに 12% ぐらいで計算して、最終的に5キロかける5キロでですね、2400万キロワットという、キロワットアワーというエネルギーが得られます。これを24時間、実際は昼間だけで発電するんですが、一応原子力と比較するために24時間で割りますと、1時間あたり100万キロワットになりますから、まさに原子力が夢ではないという、原子力のサイズが 夢ではないということになります。これがその太平洋の低緯度海域、この部分を切り取ってます。アメリカから、まあ、日本はちょっと入ってませんけど、オーストラリアとか、こういうあたりですね。赤道がここにあります。この暖色系の赤いところがエネルギー密度が一番高いところで、7キロワットアワーパー平方メートルパーデイですね。先ほど8という数字申し上げました。8というのは実はこれが達成できると日本の平均の値の2倍以上になります。非常にエネルギーが濃いということになります。それでこれは年間平均なんです。それからもう一つ申し上げておくのは、ここに卵のカエルの卵みたいなのがありますけど、これが EZ で結構ありますけど、まあ、それ以外の航海というのは結構まだそれ以外にもあるということはあります。でこれは年間平均値ですけど、したがってこれを季節ごとの変動係数で考えるとですね、大体この範囲で、赤道は一番もちろん変動係数少ないんですが、この辺りで 20%、25% ぐらいありますので、これを考えると、先ほどの7という数字にこれを考えると、8キロワットアワーパー平米でパーデイというのは十分可能だろうということを考えております。次に風ですが、一口で言うと非常に穏やかです。無風では決してない、適度に吹いてる、5から6メーターパーセックぐらいですね。これも年間平均ですが、あと風向き、これがですね、まあ、大陸周辺とは違いまして、太平洋の真ん中というのは非常に風向きが安定しておりまして、季節にもよらず常に一定の風が吹いているということになります。まあ、これと関係して波ですが、
冬場ってのはまあ波が荒いということが分かりますけど、それでも 1.5 メーター、2メーターぐらいです。低緯度海域はですね。ここぐらい辺がハワイですから。それから夏場になるともっと穏やか、1メーターって凪みたいな感じになるということでございます。あと使えるものとして海流がございます。まあ、自転車もできない、人の歩く速度程度の海流を使って、先ほどの省エネ、しかもまあ基本的には風を使って航海が可能ではないかというふうに思っております。一番悩みの種は台風、熱帯低気圧ですが、これは先ほど の太陽熱あじゃない日射エネルギーですけど、これ下が全く同じ海域に対してこの20年ほど台風がどこで発生してどこまで行ったかという軌跡を描いております。だいたい3海域に分けられるんですけど、まず目立ちますのは全く台風が20年間発生してないというところが結構あるねということが分かります。赤道付近というのはコリオリの力が働かないので原理的に台風は絶対生まれないという範囲がありますけど、それ以外にこの先ほど、エネルギーが非常に密度が高いという部分ですね、ここが完全に台風の発生しない海域と重なっているということが興味深いことが分かります。これは南極からの冷水海の影響で常に高気圧がここにあるんですね。まあ、こういう非常に、ありがたい条件があります。次の話題になりまして、じゃあその他の環境問題とか法制度どうかということをご紹介しますと、環境面の課題として海洋気象、海洋環境、衝突事故防止、海洋汚染防止、海生生物影響などいろいろ挙げられますけど、決して解決できない問題ではないと考えております。で、特に法律関係、国際海洋法によれば公の海は自由に利用可能だということははっきり書いてあります。他の利用、特に周辺国や他船舶などに交流を図る必要があるということは当然でございます。それでこの実はこのイカダというような概念、まあ要するに大航海時代に戻って動力を積極的に持たない、こういうサイズ莫大なもの、大きさのものが、ま、全く前例がないもんで、こういうものを海洋法上どう位置づけていくかという問題が当然残されています。それで、まあ、IMO という国際海洋機関みたいなもので承認を受けないかということになると思います。それで国際海洋法っていうのはよく調べてみますと帰国主義と言われまして、その船がどこの国籍を持ってるかということで全て決まるようで、まずはだから国内法上の取り扱いが非常に重要になってまいります。したがって国内法で現在安全構造上法規基準など非常に多くの縛りがございますけど、ここら辺をこの目的に対していかに近づけていくかという課題があります。航海を利用する上で他船舶へ、影響を少なくするということを申し上げましたけど、特に正確な位置や航海計画を当然ある何週間先まで、アナウンスするということが必要になろうと思います。ただこの時にですね、実はこれ北半球だけなんですが、気象庁が発表しているデータです。何十年間で太平洋を商船目的、商業目的で通った船がどのくらいあるかということを、この暖色系が主に多いんですけど、この太平洋の真ん中ってのはほとんど水色に近くて、船がほとんど利用してない、少なくとも商業用の船はほとんど利用してないということが分かります。まあ、そういう意味でも非常に使いやすい。さて、次にですね、このシステムの実現には3つの主要技術課題があるということを前から申し上げております。主にですね、もちろん、一つ目は最も大変だなと誰も思うエネルギー輸送なんですが、先ほど申し上げたように2つの考え方があるだろう。一つは水素に電気分解して水素にして、それを何らかの形で運ぶ。それから2つ目がバッテリーで輸送をする。バッテリーというのは EV 車、まあ、最近特にもう EV 車に世界がどんどん向かっているわけで、これを大量にまとめた輸送というものの決して夢ではないということを考え始めております。2番目が太陽電池そのものというかモジュールそのものでございますが、これは今屋根に乗っている陸上で使っているシリコンタイプは重すぎてとても使い物になりません。非常に 軽量薄膜たわみ製で、効率が今 14% 程度いってますけど、
少なくとも 12% 以上ぐらいというので、もうすでに何種類か十分実用化して商業化もしてます。コストは多少高いということですけど、もう現実にあるわけですね。それでモジュール、終電系統を含めた海水浸入環境下で長期耐久性が、まあ、今の太陽電池は海水当てるなとかかなり厳しいのがありますけど、これをこの辺が技術開発課題になります。それとそれの一体製作技術ですね、いかに安上がりに、印刷なり吹き付けなりで一体に作っていくかと。それからこれが実際に10年20年の単位で健全に使っていかなきゃいけないもんですから、ここら辺のモニターとか修復技術、それからいかだそのものですか、新材料新構造概念による莫大ないかだユニットの軽量化コストダウンというのが課題になります。で特にいかだの現場組み立てとか長期耐久性メンテナンス、それから低速で省エネ航海をいかに現実的にできるようにするか、不可能だとは思いませんけど、まあ、この辺にまさにこれからの AI 技術とかいうものが絡んでくるだろうと思っております。まあ、その言い方からですが、もうちょっと重複する部分は飛ばしますけど、ですね、先ほど申し上げたようにこれ1個が100メーター四角のものが2500個つながっているということになりまして、この100メーター四角をそのまま日本から運ぶわけいかない、これをさらに16個の25メーター四角、100メーター四角をいかだユニットと言いまして、それをさらにサブユニットに分けて16個をつなげる、これをユニバーサルジョイントで現地で簡易組み立てするような構造にするということにミソがあります。太陽電池ですが、まあ、太陽はこんな形で昇っており、沈むと。で先ほど申し上げた数字を一切入れて計算しますと、2400万キロワットアワーの1日の発電量が出るということになります。先ほど申し上げたように現在のシリコンタイプではなくて、厚さ2ミリメ、2ミクロン程度の薄膜を使ったものを連続作成する製造技術というものになります。しかも塩水環境下で長期使用に耐えるモジュールと終電システム、そこから電気を莫大な数のモジュールから集めるということが必要になります。エネルギー輸送については水素にまず電気分解して、実は経済評価これ全体でやってるんですが、その時はこの水素で運ぶ方法でありました。ちょっとだから不利な方法ですね。エネルギーロスが大きいですし、それで有機ケミカルハイドライト法といって、もうすでに実用化している方法です。去年か今年ぐらいから実際千代田化工が川崎市なんかと共同して実際始めてます。それで、経済評価しました。ただもう一つ先ほどから申し上げたようにバッテリー輸送というのが十分可能だろうと思って思い始めました。バッテリーをまず規格化しないといけないんですが、それをパッケージ化して運ぶと、専用貨物船で運んで、まあ、現地で充電する、太平洋で充電する。そうすると変換ロスがほぼゼロの非常に効率のいい輸送ができるということになります。一応ですね、成立性を概略評価いたしました。稼働期間が30年、一応水素輸送によってやっております、評価しております。で水素の日本の港での買取価格を30円パーノルマルリューベというのに設定しまして、これはパタゴニアプロジェクトというのは実はありまして、その時の値を参考にしております。ただしこれでは厳しかろうということで 50% 増しの政策誘導価格、いわゆるフィットの価格も45円ということでやっております。ということで、太平洋の真ん中から2週間に1回 MCH というんですが、先ほど の有機ハイドライト法で、に吸着させた水素を運ぶという方法で計算しています。それで、30年間で売上が1兆6100億円という売上になって、これを元手にとか、これを頼りに当てにしてですね、初期資本費と30年間の運転操業費用すべてを積み上げて、じゃあソーラーモジュール単価としてどのくらいならば成立であるかという評価をしております。これが最後の表ですが、もう詳しいことはそこに載っておるホームページを見ていただきたいんですが、結論から申し上げますと、今のソーラーの単価というのは20万円パーキロワットというのが
これを標準としますと、それに対してですね、先ほどの水素を30円としたら4分の1に価格を下げないといけないのでかなり厳しいですね。それに対して、政策誘導価格で 50% 増しするとほぼ現在の価格で成り立つということになります。まあ、したがってハードルは決して低くはないけども、技術開発によって不成立性が射程内に入る可能性は確認できたと考えております。つまり一番言いたいことは、これ始めた時に何夢物語言ってんのという意見が多かったですが、太平洋の自然エネルギーのこのような大規模利用は決して夢物語ではないと申し上げたいと思います。最後に結ばせていただきますが、太平洋航海は屈指の地球上屈指の太陽エネルギーの宝庫です。それで台風リスクはゼロかあるいは小さくてですね、台風を1ヶ月ぐらい予報できれば十分逃げられますので、まず台風を備えた設計は必要ないと思っています。穏やかな気象解消条件、エネルギー変換、運搬の基本技術はすでに存在し利用可能、技術の実用化、高度化、大型化、低コスト化がもちろん課題になります。で、法律的には航海の平和的商業利用というのは十分認められるという精神は読み取れます。ただし前例がないということから、いかだの航海利用のルール作りや国際合意形成が課題だろうと思います。それから人類の自然エネルギー利用の新たなオプションとして、とにかく新しいことを踏み出すんですから、まずニーズが高い日本が国際協力のもと実現に向けてやるべきだろうと。一番やっぱり必要としているし、地理的条件も備えてそれによって沿岸風力だけでなく、それに加えてですね、選択肢としてエネルギーセキュリティの向上を図れるのではないかというふうに考えております。ご清聴ありがとうございました。